ビアンカ・パノバは、ブルガリアの元新体操選手。愛称は、ビビ。世界新体操選手権に連覇を果たした、リリアナ・ゲオルギーエヴァ、そのライバルでもあるリリア・イグナトバの後を継ぐ、新体操王国ブルガリアの新体操の、エース候補として1985年の世界、新体操選手権で、個人総合3位に入り、戦列なデビューを飾る。コーチは、ネシカ・ロベイバ。 1987年に地元ブルガリアのバルナで開催された世界新体操選手権において史上初の個人総合種目別の全12演技で10.00点満点の完全優勝を飾り新体操の女王となる。新体操王国ブルガリア悲願の金メダルが期待された1988年ソウルオリンピックでは事実上ブルガリアとソ連の対決となった。 金メダル最有力と目されたパノバであったが、後方へのクラブに本投げ、後転して、背筋姿勢での日本キャッチという最高難度の高い、主具技を盛り込んだ予選のコンボの演技で、キャッチミスクラブが場外へ飛び出すというアクシデントがあり、当時のパノバとしては考えられない低スコア、9.550となった。予選のロープフープでは、10.00を出すが、リボンは9.90となり、 予選を4位で通過し決勝に進むことになった。予選のスコアの半分が持ち点となる当時のルールでは予選終了時点で金メダルはほぼ絶望的となった。決勝では徐々に調子を上げ、クラブの演技にもキャッチに成功し、決勝4種目とも10.00満点を記録した。1980年代後半は上位選手の演技10.00満点が頻発しており、 今大会においても、上位3選手とも、決勝4種目で10.00を記録したため、順位は予選のままで、個人総合4位に終わり、メダルを逃す。この大会以降、1981年の世界選手権より、ブルガリアが保持していた王座がソ連に移り、新体操競技の派遣がブルガリアからソ連となる、歴史的な敗北でもあった。 ソウルオリンピック後に引退するも子どもたちを感動させる演技をしたいと、1989年の世界新体操選手権で現役復帰、個人総合2位、種目別ロープフープ1位となり、健在ぶりをアピールした。同年に再び引退、イタリアの体操選手、カチア・ピーネーロ・サンテのコーチとして活動を始めた。 1992年のバルセロナオリンピックを目指し、復帰するも、ブルガリアのナショナルチーム入りを果たせなかった。1993年に、再び引退、ベルギーで、コーチ業を始めた。その後、ベルギーの医師と結婚し、二男を設ける。2009年秋、母国の人気番組、ダンシングスターズに招かれ、出演。久々に、母国の人々に姿を見せることとなった。 決勝では視聴者の票を最も集め優勝した。ありがとうございます。